く。
そうですね、なんか、はい、僕が直した方がいいとかとか、はい、だったら教えてほしいですね。うん、いや、もうボクシングからしたらそんなにやっぱ元々の反応がいいから、反応とセンスがね、やっぱいいからね、なかなか距離感の良さとかさ、あれって身につかるもんじゃないからね、独特の持ってるもんだから距離感はすごいよ。ああ、うん、嬉しいです。あとは特に別に、うん、まあボクシングは相当違うから、まあそうですね、あんまりこう、ね、ボクシング目線でこうこう心が悪いとかなんか言えない。距離やっぱ遠いですか、そのボクシング的な感じ。ボクシング的に言うとボクシングではすごいいい距離。あ、いい距離ですか、うん、ああそうなんですか。そう、あの相手が動いたらしっかり自分も動く動くっていう、こうブロックに回らない、固まらないスタイルというか、全部固まると絶対運悪く何発かもらっちゃう時あるからね、やっぱ隙間からさ、やっぱな動く選手がやっぱ総合だと強いじゃないですか。ボクサーでも固まる選手多いかなと。ボクサーはグローブ大きいから固まってリターンとかになるけど、相場回る俺でここに入ってきたりとか、そうですね、あとタックルとか来ちゃったら、そうそう、だからそれできないからまた違うからさ、うん、やっぱ動く際だからすごい足がね、やっぱ回るから試合見てて相手の間合いをいつも取ってるっていうか、だからそのアンキとそのミクル君の方も同じだよね、はい、やっぱこう動いて相手が動いた分だけで下がるっていうこと、そうですね、だから一番ね、やっぱり武器だと思うし、確かにそうです、下がって外してカウンターでやるときはそのそうです。あと海辺がやっぱり思い切らせる、ああ行くって決めたときにそれ思いっきりワンツー踏み込んでやっぱり打ってたりするんで、そういうところってやっぱり結構こうやっぱ強くやっていきたいんですよ、はい、ああ掴まれたらどうしようとか、避けられてカウンターもらったらどうしようと思うとできないけど、そういうのすごい思い切っていくから、そこがやっぱ強いんですよね、うん、じゃあしかも階段で、そうですね